でかいっていう。ああ。一番きつい。全然キチキチで、キチだったらいっぱい見つかるんですよ。いやだからスニーカーとかプーマとかだったらもうきつい。あ、プーマ、ナイキとかもコンバースとかも。ナイキも細い。だからニューバランスが一番まだまし。あ、太いイメージ。バンズも小さいっすよね。バンズも小さい。あれバンズだけど。はい。今あれ。あ、バンズ、ね、あれは太いっすよね。あれは太ってるけど。素敵ですよね。あの、H&M で40番が一番いいですよ。え、めいちゃんさんもじゃあ来ないのかな。ディーパーさんしかいないけど。いや、来るんじゃない。きっと来るよね。この放送は来るよね。願って。じゃあ始めます。はい、今日も張り切っていきましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい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 、さい、はいはいはい。変な気合。パッツカ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 。穴ぼけほら開いてるほら。本当だ。本当もそれデザインに見えるな。見えます？反対側も開けようかな。FM ギノワお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。時刻は午後5時回りました。ギノワン市急なギノワンヒルズ通りの高台にスタジオございます。はい。FM ギノワよりお届けいたします。はい。夕方の帯番組、サザンブリーズ。おいて私、東勝明と。木曜日担当のカイラです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。パチ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 ドッカーン。イエーイ。となっております。どういうことですか。となってるってどういうことですか。となっております。はい、木曜日はそうなっております。木曜日はこういう風になっております。はい、安全運転でよろしくお願いします。運転してるとびっくりするって。そうそうそう。ビャーって。そうそうそう。あ、でも木曜日かっつって。そう、木曜日だから。あ、木曜の5時かっつって。木曜日のあいつか。じゃあしょうがねえな。それ聞けるのもあと2回ですよ。やめなさい。え、やめなさい。もう今日と来週ですよ。カイラは、東さん、ツイッターで鬼のようにたくさん送るからメッセージ。なんでよ。何してるんですか、今。朝ごはん何食べました。絶対やらんだろ。DM、あ、うん、でもなんかやってたら、なんかあげてたらコメントしようかなと思ってる。あ、じゃあもうコメントしてください。ニコちゃんマークとかだけ。いや、っていうか別に、今の段階でもコメントしてくれたらいいんじゃないの。うん、今は会えるから。会えるうちは別にいい。会えるうちは大丈夫。やばい、俺は帰らんとこコメントするかな。あずまさんっていうツイートするよ、そしたら。ハッシュタグ、あずまっくす。謎のやつ。たまに。謎のやつ。ストーカー行為するさ。いやー、でもこれ始まる前にね、うんうん、あの、実はちょっとね、あの、帰らに写真撮ってもらってて。あ、そう、撮りましたね。急遽ね、写真撮って、それが、あの、なんか僕、あの、オーディションをね。ほう。なんか言われて。オーディション。はい。写真送ってくれと。ピクチャーをね。はい。というのはね、うん、あの、まあ、そのオーディションの話もらったもの自体が、僕がね、6年ぐらい前に、一回東京で舞台やったことがあるんです。はいはいはい。出演して、はい、で、そこで見て、なんか、すごい気に入ってくださった方がいらっしゃって、まあ、その方が、ちょっとこういう、CM のね、うん、撮影があるんだけど、うん、東くんどうかなと。へぇー。6年前だけど覚えてくれてたの。すごーい。6年前って割と前ですよ。そうそうそう。すごすぎ。で、それを、東京のマネージャーが、うん、聞いて、あ、じゃあわかりました、聞いてみますって、俺のところに電話来たわけ。それでオーディション。オーディションっていうか、まあ今、一応一回どんな感じかって、まあ押すから。へぇー。すげえ。で、言われて、あ、そうですか、わかりました、ありがとうございますって話を火曜日にしてて、で、そしたら、じゃあ一回ちゃんと大阪の方のね、うんうん、僕の担当のマネージャーに、連絡してからもう一回話持ってこようね、っていうことになったわけですよ。で、そしたら、
今日またその東京のマネージャーがね、はい、実際に話を持ってきてくれたマネージャーが電話あって、はい、東くん、大阪のその君の担当マネージャーから聞いたんだけど太ったっつってあ、はい、どれくらいっつってわー、15キロぐらいですかね、うん、一回写真送ってもらっていいかなだからそれ私も思ったんですよ、今聞いてて、っていう写真そうなんですねそうだからちょっと思ってたんですよ、6年前で覚えててくれた、あ、めっちゃいい、で今やってほしい、ちょっと東さん今と昔のあなた結構違うぞちょっと前、これ今週火曜日だったから火曜日も話題になりましたよ、あのこの番組の、うん、FM 技能のサザンブリーズのね、はい、番組表の中の僕の写真が違いすぎるあれはね違いすぎる、ええ、一瞬じゃ分からない、あれの2年前ですから、さらにやばほら東さん言ったさ、カエラは何度も何度も痩せた方がいいよって、鍛えた方がいいよって言ってたのに、このために私はもう見れてたんだよ、未来が、まさかようわーって思ってた、なる、今から15キロはきついからな、無理だね、まあしょうがないよね、今のものを知ってもらってね、でも大丈夫よ、なんかね、大阪のマネージャーはその、いや東京のマネージャーに、うん、すごいあの、なんていうの、大げさにね、うん、もう相撲取りぐらいになってるみたいなね、あ、言い方をしてたわけ、ちょっと持ってね、持ってくれたんだ、うん、まあ見た、まあ相撲取りではないかなと、そうね、写真ではってなったら怖くないですか怖え、写真って何でもできるから、まあでもなんかその、別にどうせね、僕はあのその時、すみません、僕が呼ばれるやつなんでね、それはね、あの2枚目とかそういう役じゃないので、あ、大体ちょっとあの癖強い感じの癖強い役なんですよ、そうね、はい、なんかこう、あのなんかこわもての人を探してて、なんかこう選んでもらったみたいな、じゃあいいんじゃないですか、まあ、ちょっとぽっちゃ体でかいぐらいだったら大丈夫じゃないかな、うん、で勝手にプラスに考えてる急にプラス思考、ええ、今まで結構マイナスなイメージだったけど急にプラス思考、そうそうよ、俺結構プラス思考だよ、いやあのね、マイナスよ恋愛に関してはね恋愛とちょっと過去に関してはマイナスだよねそうだね、ちょっとマイナスかもしれないねでもまあまあまあいいんじゃないですか、っていうのがあって、まあ一応写真ね、うん、これからまたもう一回撮るんですか、いや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 、まあ、送るんですけどね、あ、送るんだ、こんな感じでどうですかって、ちゃんと足長効果してあげました、私、ありがとうございます、別に足長いの俺にとってメリットかどうか分かんないけど、うん、でも短いよりかは長い方がいいさ、まあ、そうだねそう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 、なんかそんな感じでね、今ちょっとドタバタドタバタとでもいいですね、覚えててくれたっていうのは嬉しい、そう、ありがたいんですよ、6年前か、その方がね、その当時あれですよ、あの吉川浩二さんのマネージャーをやられてた方で、そうそうそう、でなんかこうそんで気に入ってくださって、でなその間にも 2,3 回呼んでもらったんです、その人に、おー、いろんなのに、そう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 、でまた今回また改めてっていうことで、それわざわざ沖縄からね呼んでもらうってことになりますから、もし選んでいただければ、真剣にダイエットを開始してほしいですね今やるからどうか、今からでも、まあまあ、ティーを飲んでる場合ではございません、そうかな、おかしいな別にもうプロテインに変えて、炭酸じゃないからいいじゃんダメよダメよ、プロテインもティーってすごく砂糖入ってるのよ、プロテインもあの運動しなかったらもうただのカロリーで、プロテインだけを飲む毎日プロテインだけ、プロテインダイエット、無理です無理です、諦めました、無理です、まあありのままでね受かった方が一番嬉しいから、ね、まあ、それがね一番いいですけどね、そう、カイラーが先週なんかこうオープニングで喋ってたのは何でしたっけ、私1週間かけてハリーポッター見ますみたいな、ハリーポッター全全シリーズ見るっつってたけど、見た、見れたん、偉いからちゃんと見るよ、すごいね、払ったものは見るいや別に見なくても返したらいいだけの話だ、ね、いや払ったものは見る、あ、そうだね、あ、先輩に言われたのがなんか意外とそこはアナログなんだね、うん、なんか何ですよ、ネットフリックスとかしてそうなのに、ああ、なるほど、そうだね、そうだね、いや絶対あのツタヤとか貢献したい派なんで、ちょっとなんでツタヤに何の恩があるわけ何にもないけどなんでそこで貢献したいの、貢献したいんでとか言って、じゃあやり方がわからないネットフリックスとか、いやわかるじゃん、登録、難しい、プロフィール入力してなんかこう支払いをしてみたいな、いや難しい、あとなんか意外と、あとなんか Wi-Fi 必要だなと思って、あ、うん、まあまあね、とりあえずハリーポッターそう前作見たんですよ、見た、すごいね、もう私ハリーかロンかって言ったら、うん、
もう全然ロン派なんですよ。ロンって言ってたよね先週も。ロンがロン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 。何それ。調子いい麻雀みたいな言い方しないんです。もう最初は 1話2話はもうハリーが可愛いんですよ。だから可愛いとしてはもうハリー推しだったんですけど、うんうん、ハリーって意外と後半になるにつれ身長伸びねえなーってなるの分かります。あ、そうなんだ。ハーマイオニーよりチビなんですよ。チビって小さいんですよ。小さいんだ。でロンがなんかズボ抜けて高いから、ロンのお兄ちゃんのあの双子とロンは最強に私好きなんですよ。そんな成長期が来るんだ。グッと。そう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 、すごく好きだったのは置いといて、うん、置いとくんだ。置いといて、置いといて、うん、私は吸血鬼と恋がしたいです。またなんか どんな角度から今飛んできた話が。あのトワイライトっていう映画があるんですけれど。トワイライト、はい、普通の女の子がヴァンパイアと禁断の恋をしてしまうっていう、このシリーズもんなんですけど、これも5話ぐらいあって、うん、それを前作借りてまた、うん、それもレンタルで、はい、それはでも3日間で全部もう見終えました。今日終わって見終えて、最強です。あれもうズギュンズギュン。擬音よ。もう心がズギュンズギュン。ズキュンじゃないよね。もうズギュンギュンなんですよ。しかもなんかもう力が強いんですよ、バンパイアって。だから走るのも速くて、うん、木とかも余裕で登るんですよ。でそれをすごい景色見せてあげるって言って、おんぶして木を登ってどうみたいなやるんですよ。いやー惚れるって。いやいや惚れるかなそれ。惚れるって。いや怖っ怖っ。いやだから近くにいるんですよ。いや高っって落ちても絶対拾えるから、その落ちるスピードより速いから。いやにしてもじゃない。いやもう私はバンバン一回見てください。ズギュンズギュンするから。いや俺ズギュンズギュン来るかな。俺でも結構アクション系が多いので、ヴァンパイアを殺すためには、うん、首を折って、うん、燃やさなきゃいけないんですよ、うん、急にグロくなったの。でもヴァンパイアの中には血が入ってないので、血も死んでるんですよ、ヴァンパイアっていう存在は。 だから血がないので、なんか血がフォーとか苦手な人はこれは見れます、うん、私血苦手なので、うん、これはそんなに血がないので。でも首折れるんでしょ。折れるだけです。でも血は出ないんです。いやなんかガラスみたいなパキッみたいな見てて、はあ美しい死に方って思って。いや美しいのかな。とりあえずヴァンパイアになりたいんですよ。でそれをいろいろ考えて、うん、手術があるんです。何何ヴァンパイアになる手術。あの歯をとんがらせる手術があるんです。え、それだけだけど、え、この三角にピッと、まあ、そう八重歯じゃない、なんていうんですかこれ、八重歯は歯茎の上にあるんですけど、はいはいはい、今ある歯をとんがらせる手術があるんですよ。わざわざとんがらせるわけ。ヴァンパイアみたいに可愛い。可愛いのそれ。可愛い。今ハマってるから。いやどで噛んだらこのその肩がつくわけでしょ。そうだよそうだよって。そうなんですよ。それいいの。なんか笑った時とかにとんがってたら、はこいつもしかしてヴァンパイアみたいになりません？ちょっとミステリアスな女性になれません。いやいや、そんな陽気なヴァンパイアいないよ。そうなんですよ。おかしいよ。あの映像に一度も陽気な方は出てこなかった。そうでしょ。陽気なヴァンパイアはちょっと相反してるから。そうなんだよな。じゃあどうしようかな。狼もいるんですよ。あのトワイライトの中に狼男みたいなやつ。そう、うん、で女性もなれるんですよ狼には。月見たらなるってやつか、はいはいはい、あでも怒ったらなれるんですよ。ハッて怒ったらウォーンってなれるんですよ、うん、でもここの腕にタトゥーをバンって乗せないといけないんですよ。私は狼ですっていう印みたいな、うん、それを入れようかなじゃんって。そうで、エマさんから陽気な狼もいないよ。いや本当だよ。そうですね、あの映像に陽気な方はいなかったですね。あじゃあハリーポッターの世界に行こうと思います。ハリーポッターもいたから、そこまで陽気なの。いますよ陽気。ドビーとか陽気さ。エルフ。エルフ全然やっぱずっと人間じゃないのな。もう人間にはもうなれないかもしれないです。私の世界はここじゃないかもしれない。急に異世界へ飛ぶ話になりましたね。そう、映画にハマっちゃいましたね。今日も借りに行こうかな。今日も借りる。明日だな、明日行きます。めちゃめちゃ見るし。うん、ハマっちゃった。こういうね新世界な感じ、うん、けどなあ。まあそうですか。なんかあのいろんな願望を持ってるみたいです。まだ二十歳だから。二十歳だからね。何にでもなれるしね。そうだよそうだよ。なれない。
ちょっとじゃあ曲、はい、はい、いきましょう。今日1曲目、こちら吉本坂46、不能ではいられない。なりたいな。みんなに否定されてるけど、めいちゃんさんがいっぱい聞いてくれてる、うん、さすがだな。質問してねって書きますよ、うん、何でも質問、何でも質問トークテーマ。パオ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 こんばんちょいマックスフィーバーパイナッポー。それどういう意味ですか？辞書で調べてください。あ、そう、わかりました。カエラ辞書に載ってる。あ、載ってるんだね。カエラ辞書作ろうかな。どう思う？急に新コーナー残り2週間の新コーナーカエラ辞書どうとか言って、いや作ったらね、どうぞ。売れるかな。うん、売れる売れる。あら、目が笑ってない。売れる、絶対売れる。そういうとこですよ、東さん嘘つくなら目まで嘘つくなら目までいいですね。今明日がうん、楽しみです。明日、はい、なんかあの明日は久しぶりに専門学校の子たちと、おう、あー、いいな、言ってたね。街をクレイジーピーポーしてきます。クレイジーピーポー安全を守りながらね。本当だよ、本当だよ。お父さん心配。そうだよ、もう無茶しないでよ。おい、無茶しないよ。これ美味しいですね。質問コーナー、何でも質問コーナー。とうとき分かった。なんて言った。1曲目お聴きいただきました。吉本坂46、不能ではいられないでした、はい、さあ、サザンブリーズ、通常ですね、オープニングトークの中からソニーのメッセージテーマ、yes、決めさせていただいておりますが、はいはい、残り2週間っていうか、もう1週間ちょっとやめなさい。でサザンブリーズ終わり終了、言い方、二度と帰ってこない、やめなさいということで、うん、やっぱりもうとにかくね、もう喋り尽くした方がいいんじゃないかなと。そうね、聞きたいこと聞いた方がいいんじゃないかなと。そうね、いうことで、決めております。リスナーさんも全部聞けたすかって思えるようなね、はい、そういうことですね。ということでメッセージテーマはこちら、何でも質問コーナー。
はい、はい、ということでございます。何でもかんでもね、あの質問でもね、あのトークテーマでもこういうことについてちょっと語ってくださいよと、おーおーおー、いうのでも ね、送っていただければ、はい、いいかなと思います。私も残り2回ですよ、今日合わせて。そうだよ、どない、どないって何がどない、どないなんなんで急に関西弁なの好き関西弁、ほんまにほんま変わへんよ、ほんまがじゃあちょっと怒られるからやめた方がいい、2、3分関西弁で喋る絶対怒られるで、めっちゃ怒られるで、めっちゃ怒られるで、いや、オウム返しやん今のただのオウム返しやん、怖えんよ、怖えんよほら怒られる怒られる、関西の方に怒られるからダメ怒られるから怒られるからあかんすっげねんって言ってますけれどもそんな言う人おらんわ、さあ何 でもかんでもメッセージをお待ちしております。はい、はい、メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com です。はい、 FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、 YouTube ライブ、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は FM ギノのホームページからリスンラジオで再生をクリック、スマホからは無料アプリリスンラジでお聞きください。はい、この後5時56分まで、お届けいたしますのでよろしくお願いいたします。ほーい、和訳ちゃんやん、かわいい、和訳ちゃんやん、そんなん和訳ちゃんやん、めいちゃんのじゃあリクエスト曲一番下にしようかな、帰ら希望って、ガーデン、ガーデン、誰、ギャランティス、ギャランティス、 Call if you need me、 ギャランティス、 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 トゥ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 、明日のモーニングエイト、ちょっと待って、明日のあの明日の話するわけ、ヴァンパイア、あ、違う違う、それ考えてただけです、ヴァンパイア、いつも今日考えるんですけど今日考えてないから、やけどを焼きに使ってますね。やけど。質問。やけど。やけど。やけど。みんな質問待ってる。さあ、サザンブリーズ木曜日、はい、はい、お送りしております。メッセージ、うん、はい、たくさんありがとうございます。いきましょうかね、タイゴさん、ヤッホー、ヤッホー、はい、終わるのマジ寂しいってね、おお、泣きみそーれ、ありがとうございます、寂しいよ本当に泣きみそーれ、泣きみそーれ、何それ、ちょっとは何、うちなぐちも混じってちょっと可愛くしてみた、はい、火星人さんもどうもこんばんは、こんばんは、なぎすけさんもどうも、はい、そしてエマさん、東さん、ある意味写真詐欺写真更新しましょ う、 そう、ね、先ほどの、ね、サザンブリーズの写真 ね、更新しようしようと思ってるんだけどね、もう終わるから、まあいっかね、うん、ネタとして置いといていいんじゃないですか、置いとくとかなくなるよやめなさい
かっちゃんさんどうも、あずまさんからちゃんもこんばんちょこんばんちょいちょい、なっちゅうみんさんもどうも、こんにちは、尊きお方、あずまさんからさん、お疲れ様ですお疲れ様です、持ち上げるね、なんか尊きお方、尊いなんてね、いいですね、そしてメールで、うん、進撃のめいちゃん、はい、あずまさん、かいらちゃん、こんばんは。こんばんは。火曜日と打って変わってちょっとずつ寒くなってきましたね。そうですね。ね、週明け暑かったもんね。暑かったです。でもなんか晴れたら雨、晴れたら雨みたいな、うん、ちょっと偏頭痛した方も多いかなと思うんですけど。でまた日曜日また暑くなるんだよ。きついこれ。また26度ぐらいになるんだよね。26度？うん、また上がるんだよ、ね。サマーバケーション？恐ろしいね。怖いですね。もうクリスマスだっつうのに。本当に雪たまには降らそう。さあそして今週と来週のこのメッセージテーマ、パーソナリティとメイン MC、何でも質問コーナーということになりますけども、3つ送ってきています。あ、嬉しい。これ本当に聞きたい？まず10億当たったら何しますかって。10億。まあ要は宝くじで当たったらってことでしょ？何したい？3億お母さんにあげる。おうおうおう、3億はお母さんにあげる。なその10億中の3億、30%、 30%はお母さんにあげるよ。そうなんだ、うん、取り分7-3で。そうそうそう、もちろんもちろん、私が当たったんだから、私はそこら辺2億にしてもいいんだよって脅しながら3億あげる。そしてとりあえずもう全部やめますよね。もう持ってるもの一回全部捨てる。服とかも一回全部全部捨てて全部やり直す。何その7億で人生買うみたいな言い方。やめても、なんか怖い。全部やり直す。怖。まず、うん、ドラキュラ探しに行く。7億かけて。7億かけて。いい、嘘さ、ちゃんとね、あの家を買う。地味だな。プライベートジェットも買う。プライベートジェットいる？いるよ。プライベートジェットね、多分7億じゃね、あ、まあ買えるっちゃ買えるけど、うん、だって前澤社長、元 ZOZO のね、うんうんうん、前澤社長が買ったプライベートジェットは確かね、12億なんかなんかね。やば、何も買えない。買えないでしょ。やばいやばい、ちょっと待って、ちょっと待って、それ買って終わりだよ。じゃあヘリ買うわ。その後維持費が必要なんだよ。でもなんかゴールデン止めるところも必要なんだよ。でもゴールデンカードみたいなのくれません？なんかカード会社が、なんかあなたは一生このカードで生きていけるみたいな。あ、ブラックカードね。あ、ブラックカード、うん、それ買う。いや、それ買うとかじゃないから。あれは買うとかいう問題じゃないから。向こうが言ってくるやつだから。向こうに言わせるじゃん。10億じゃん、どうだろうな。じゃあ3億やっぱお母さんあげない。1億にする。細かいな。どうしようかな。東さんどうしよう。もう10億、でもね、多分ね、いや、土地買うよ、間違いなく。土地？土地転がすよ。どこの、どこ？マンション、マンションか。あ、でもっと稼ぐ？もう家賃収入で生きていく。もうリアルにもっと欲しいんですね、10億よりってことね。もうそう、それでさらに好きなことやるよね。そうよね、確かに何かした方がいいですね。好きなこと、別にそれこそなんだろうな、自分で、お芝居やりたいんだったら劇場作るとかやるかな。はあ、はあ、あ、私あれやってみたいんですよ。あ、やっぱ大丈夫、あれやってみたいんですよ。何よ。ラジオでさ、喋っててさ、あれって思いついて言いかけてやめるってさ。じゃあメイちゃんさんの質問第3問にこれは当たるなと思ってやめた。なるほどね。そう、第3問のやついきますか、先に。じゃあ第3問からいきましょう。先ね、今のお仕事じゃなかったらどの職業やってみたいですかって、うん、そうっていう職業が、あ、この質問に答えるとしたら、うんうんうん、この10億をもらった上でね、うん、私はあれやりたいんですよ。車で映画館に行くやつ、わかります？オープンシアターみたいな。はい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 、あるじゃないですか、よくあのアメリカの青春ドラマとかでやってる。そうそれを沖縄に作りたい。沖縄にないから。あ、で絶対基地周辺に作ったら、うん、儲かる。10億なくてもできんじゃない、それ。そうそうなんですよ。だからどうにかね、1億ぐらいあったらなんかいけそうっすよね。もっと安くいけんじゃない。だから車は、うん、もうあっちが来るから、うん、でそんなに人もいらないじゃないですか、まあ、チケット売る、まあ、こっちで置いとくかだよね。置いとくかなんだけど、だからその土地をまず買って、はいはいはい、前のにとりあえずどういう映画がいいか聞いて。そこアドバイス、前のアドバイスで、前の働かせるよ、時給1500円ぐらいで。時給なんだ、バイトなんだ。バイト社員じゃないんだ。社員はない、社員制はありません。バイトなんだ。バイトで前の働かせる。で映画やりたい、それやりたいんです、私夢。いや面白いと思う、うん、だからこういうなんか、うん、自分で何かをやってみたいです。次もしもこの職業じゃなかったら、そうそう、
シアター作りたい。シアター作りたい。面白いね。あずまさん。俺ね、いや多分これ役者こういうのやってなかったら、うん、学校の先生やってる。何の先生？数学。数学できるんですか？中学、中高だからずっと理数系で。行ってて、中3までは本当にもう先生になるって決めてた。へえ。しかも数学。そうそう、数学が得意だったからね。難しい数学。計算するのが得意だったから。すごすぎる。やってたんですけど、そっからね、もうね、なんか掛け違いで。掛け違いでなんか舞台に立ってお芝居やったばっかりに、うん、こっちの世界に来ちゃった。いいそう。そうなんですね。ねえ。まあ、やってなかったらでもこういう風にねラジオ喋るっていうか、まあ今でも平に東さん人見知りって言ってるけど言われてるけども、うん、それやこの舞台やってなかったらもう今以上だからね。そうですよね。どんな全く多分喋らんかった。どんな先生になってたんだろう。本当にやばいと思う。なんか授業とかみんななんか。多分全然もう無理。はぁーとか言いそう。もう全然不人気。不人気先生。不人気先生。間違いない。そうなんですね。うん、ちょっと意外でした。へぇー。なんだろうな。あ、でも先生。はぁ、意外でした。意外だかったな。で、もう、で、もう一個。無人島に、東さんと二人だけ。まず何します？東さんと二人？二人。俺はカイラと二人ってことでしょ？そう。何する？何日間漂流したってこと？漂流しちゃって2人。2人。そっか、ちょっと待ってよ、考える。まず季節にもよるんだよな。まず俺は心を開くしかないよね。冬だったら東さんの服全部盗むけど。やめろ。嘘。え、心開くしかない。まず開いてるでしょ。閉じてる日心を開くしかない。東さんでもなんか、東さん鍛えるかも、彼らが。鍛える？うん、はい、船作ってとか言って。あ、それ言いそうだね。うん、それは多分ね、俺も黙々とやると思う。東さん、船作ってくださいっつって。はい、はい、はい、はいつって。なんか釣ってくるんでっつって。で、全然釣らないんです。全然釣れない。ひどいな。めっちゃ喧嘩しそう。ひどいな、なるなる。うん、絶対喧嘩する。SOS 頑張って呼ぶけど、誰も来ないしみたいな。難しいね。ありがとうございます。なんか考えたことないなかなかの質問でしたね。はい、続いて、はい、じゃもう一個いこうかな。うん、まあすごいシンプルなやつですけど、かっちゃんさん、かいらちゃんに質問だけど、サザンブリーズあと2回ですけど、うん、来年のモーニングエイトは継続ですかと。もちろんです。モーニングエイトはもうちゃっかりやりますよ。はいはい、はい、やらせていただきます。もちろんね。うん、はい、それと伴い同じく東さんに質問。サザンブリーズ最終回やけども、うん、東さん今後どうするの？他局のパーソナリティ継続なん？これは継続ですよ、もちろん。あ、そうなんですね。 FM 機能案だけで僕ね、別にタレント業引退するわけじゃないんですよ。すごいなんか大きな感じに捉えていただいてるかもしれませんけども、そういうわけじゃない。そうね、一つの番組が終わるっていうだけですから。そうね、よくね、よテレビとかでもあるじゃないですか、改編が来てね、次のまた新しい新番組できたりとか。めちゃイケが終わったみたいな感じ。いや、そんなすごいもんじゃないよ。そんなにすごくないよ。めちゃイケが終わった感じ、ね、たった2年ですから。悲しいね。あ、っていう、まあもちろんね、タレント活動はもちろんいろんなところでね、させていただきますんで、うん、よろしければいろんなところで、またツイッターとかね、そういう SNS ではね、そうね、更新していきますから、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。カイラもね、お一緒ね。はい、カイラもともどもね、いろいろやっていきますからね。あ、そうね、そうね、そうね。なんかエンディングみたいになってますけど。そういうことね、BGM ね。全然、はい、はい。ということで、なんかいっぱいね、ほんといただいてますからね、うん、ちょっとまた後半でもちょっとたっぷりと、はい、ありがとうございます。その質問、コーナーの方で、ね、しっかりと喋っていきたいなと思います。じゃあちょっと、曲いきましょう。めいちゃんのリクエスト曲。かしこまりました。はい、カイラリクエストということでお願いします。これは Guarantees で当たってるんでしたっけ、はい、Call if you need me。 なんでみんな東先生なんですか。先生、してる場合じゃないよ。
喋る？こんなの話してる場合じゃないよ。何をしてるの？無人島とかどうでもいいんだよ。はーっさどっこいびっくり。にやけとるがな。にやけて別に。びっくりした、忘れてた、危ねえ。逃れたと思ってたな。いや別に逃れるもクソもないけど。クソもない。パー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 。あ、前のに前のから聞きました、前の放送で飲みに行ったって。マジで。ああ。やばその放送聞こう。なんかやばいこと言ってそう。めっちゃ暴れてたから帰ら。うん、暴れてたっす。隣のドイツ人とめっちゃ仲良くなったっつって。ああ、二軒目ぐらいね。楽しかったな。メールありがとうございます、ムサスイさん。はい。ムサスイさん。あ、クロちゃんは嫌かな。じゃあこれ火曜日にもやったし、火曜日にもやったやつだからな。前のなんで彼らを褒めてたの。やったやつだしな。クロちゃん、クロちゃんもう前のめっちゃ嫌がってた。嫌ですよ。もうなんか東さんの価値がちょっと下がるよ。いや、そう。嫌だ、本当にこれ嫌だ。あ、そう。注射と同レベル。注射も嫌だっていうこの強い感情と東さんのクロちゃんは本当に嫌だっていうこと同じ分類。嫌の、うん、嫌の分類。嫌な分類。しけてないで、しけないだ。それだけ、それだけクオリティが高いってことね。そうね、激にっすよ、あれ出た方がいい。なんか紅白のモノマネ合戦みたいな。モノマネ合戦、クロちゃん、クロちゃんで本当にうわってなりますもん。やっぱカラオケの話もしたかまいのは。うん、してたしてた。あ、家帰った瞬間寝たからな彼らは。ガッって寝た。フフさんいいね。褒めちぎってみてください。FM ギノワンでは毎日面白い番組を放送中、はい、このコーナー FM ギノワンおすすめ番組や、新番組イベント情報などをご紹介させていただきます。い、はい、今日もご紹介するのはこちら、12月22日日曜日今週ですね、うん、開催されますチャリティー忘年会ライブ。こちら毎年開催されてまして、かかず公民館にて行われているチャリティー忘年会ライブ、クラシックロックや GS グループサウンズ、フォークロックなどなどね、いろんな方のバンドが登場して、お酒飲みながらみんなで盛り上がろうというね、忘年会ライブでございます。はい、入場料2500円で、こちらお酒ソフトドリンク飲み放題、つまみオードブルなど、まあ、食べ物は持ち込み OK となってます。おー、いいですね。はい、17時会場で17時半開演ということでございます。はい、はい、でこの入場チケットの招待券ペアを一組様プレゼントになってます。はい、ぜひですねこちら FM ギノワンまで足を運びいただきまして、この招待券ペアチケットをゲットしていただきまして、22日日曜日かかず公民館にて行われるチャリティー忘年会ライブご参加くださいませ。はい、続いて、続きまして沖縄県赤十字血液センターからのお知らせです。はい、はい、
皆様からの献血のご協力何卒よろしくお願いいたします。宜野湾市ではですね、21日土曜日、に、KBC 学園祭、はい、沖縄コンベンションセンターにて行われます、うん、そちらで、献血を行われます。12時から17時ですね。で続いて次の日22日日曜日も同じく沖縄コンベンションセンター内で行われる KBC 学園祭で10時から17時献血行われます。お、はい、皆様何卒ご協力よろしくお願いいたします。お願いします、はい、以上 FM 宜野湾ニュースでした。懐かしい KBC 学園祭それでゲストで一回出ましたもんね。1年やん。本当、本当1年だよ。1年間じゃやったんだ、東さんと。何今の運、うん、でも年、1年、レギュラーはもっと前だよ。レギュラーはあったよね。東さんと会ってもう1年。そうだね。早いですね、時の流れというものは。早いのでございます。武蔵さんが来るの。あ、今来てくれるの。あとどれぐらいですか。安全運転で。うん。飛んでるから多分。そうなの。私が最後に見た東さんかっこいい。いつよ。いつよ。惚れたはずだったのに。最後の最後に見た東さんはすごいこの言葉が傷つく。最後に見た東さんはかっこよかったの。傷ついてますよ。まあ、そうだね。しょうがないね。でかくなっちゃってるからしょうがないよね。体型じゃない。人は体型じゃない。急に急だな。サザンブリーズ木曜日、はい、はい、お送りしてます。今日のメッセージテーマは何でもかんでも質問コーナーということで、はい、なんかねいっぱいいただいてるんですよね。嬉しすぎる、ありがとうございます。ナチュミンさんから質問、うん、最近の東さんのキャラが散らかりすぎてて混乱気味です。本来の東さんって忘れました。どんなキャラでしたっけ。どんなキャラだったんですか。いや分かんないよ。どんなキャラも何もないですけどね。もっと落ち着いてたのかな。これこんな感じですよ、うん、彼らが狂わしたのかな。うん、サザンブリーズはこんな感じですよ。サザンブリーズはこんな感じ。別に番組によって、ね、そうよ、ね、違いますからね色はね、うん、彼らは朝でも変わらないんでしょうけどね。彼ら朝もっとうるさいですよ。きついな。きついって言わない。きついって言わない、びっくり。でも金曜日の朝だからね。あ、そうだね。晴れ晴れとしなきゃ。でメールで、はい、こちら武蔵さん、はい、東さん、カイラちゃん、こんにちは。こんにちは、はい、年末ジャンボの宝くじでもね10億当たったら1等の 7億当たったら、うん、駐車場あの3台付きの豪邸なんか建てて、うん、あとはなんか予定しなかった大金なので、うん、日本で地震に遭われた県に寄付し首里城復興に寄付して、のトラウマ残りは貯金しますね。うーん、とね武蔵さん、うん、使い方正しい。そう、ね、俺とカイラはもう死に死欲。自分たちのためにしか 使う予定なかった、うん、今の地獄。お母さんって言ったよ。いやいやいや、彼らは言った、お母さんにあげると親孝行。親孝行、そんなそうだけどさ、うん、もう大半地震にやられた県とか首里城復興とかもう器がでかい。首里城のことはもちろん頭にありました。ありましたか。それをなんか言うのは、うん、彼ららしくないかなって思って。なるほどね。
いや、なんで自分で自分フォローしてんだよ言い訳するんじゃないよだから親孝行するって言ったから、そうそうそう、まだセーフラインよで PS カイラちゃん、前野ちゃんがカイラちゃんのこととても褒めてましたよ。どういうことですか。嬉しいけどさ、いやいやいや、カイラすごいすごいっつってね、カイラすごいっすよねって真逆ですごいっすよねって言って、あーでも前野には前野のいいところがあるから、カイラ前野好きっすけどね。だそれも同じこと言ったよ。いやまだカイラもあの前野のことをすごい褒めてたよっつって、えどこがですかって言って前野好きだけどな、雰囲気がないないものねだりだねお互いそうだろうね、さあそして、うん、じゃあどうしようかな、もう一個、うん、いきましょうかね、うん、大塚さん大塚健二さん、はい、健二さん、カイラさん、はいよ、質問です。どうした。もうぶっちゃけ、うん、東さんの人見知り治ると思いますか。あん治らないでも治さなくていいって思う。治らないけど、うん、それはそれでいい、それが東さんだから、まあ、逆に東さんが、ね、ヘイとかやってきたらおーってなるまあね、まあ、正直ね、もう35を超えてね、うん、人見知りとか言ってるやつダメだよね、うん、大丈夫とは思う。もっとやばい人やばいから、そう、それはそう、そうそうそう、だからいいんだよ、それはわかる、そう、それは自分のカラーとしてうまくねプラス思考に考えなきゃ。人見知りでマイナス思考はダメよ。人見知りだけプラス思考に行くよ先生カイラ先生ね、すげえカウンセリングされてるな大丈夫だから、人見知りはいいこと。いいことですか、うん、はい、ありがとうございます、みやさん、人見知りの私に謝ってごめんごめん。そうだよ、人見知りはいいものだよ。ごめん、いや大丈夫よ、人見知り大丈夫、俺も人見知りだから、だから全然大丈夫大丈夫、多いですよ、何にも問題ない、うん、全然、逆に私がおかしい分類だから大丈夫よおかしくない、素敵、素敵です、素敵よね、よしよしよし、ナチュミンさんが、もう人見知りとかどうでもいいから、もうクロちゃんキャラで行きなさいよっつってクロちゃんで行くの、本当に女性に嫌われますよ絶対にやめた方が。昨日もすごかったな昨日もすごかったです。昨日のクロちゃんすごかったな。ああ、あのテレビで、テレビスピードダウンタウンすごかった、もうめちゃめちゃ面白かった。私あれ本当に途中でマジやめようかなって思うんですよね、見ててたまにチャンネル変えようかな、いやもう最高ってなるぐらい最高。まあまあまあ、あれはすごいね、話したくないっす、ね、あれなんかなんていうの、公園のさ、うん、なブロックのなんか昔かずっと置いてあるブロックの裏側を見たみたいな。どういうことですか。なんかうじゃうじゃって虫がいっぱいいるみたいな、ね、やめなさい見たいけど見たくないみたいな見たいけど見たくないそれ見たいけど見たくない、どんなになってんのみたいな。そうそう、ツイッターで流れる動画で十分だったりしますよね楽しいな。いや俺でもあれ見て、あのクロちゃんの話広げるのあれだけど、クロちゃんのそのいろいろ毎回ツイートの中に載せるじゃない、はい、そしたらそれにコメントがねうわーってなるんだけど、うん、それのアンチコメ の、うんうん、なんかセンスの良さがすごい。ああ、確かに、うん、たまにアンチの方本当にセンスあるな、すげえいじり方するなっつって、うん、そこを見るかってなる時ありますよ ね最高のヒールに今なってるからね、クロちゃんは。あ、もうやだもうやだです、すいません。さあ、うん、じゃあちょっとコーナーいきますか。コーナーで、はい、じゃあお願いします。英会話 in the air。 皆様、本日も FM 宜野湾797便世界の果てまで行きをご利用くださいまして誠にありがとうございます。シートベルトを腰の低い位置でしっかりとお締めください。Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard to FM Ginawan 797. Please make sure that your seatbelt is securely fastened. あ、どうもこんばんは。こんばんは。あ、なんかすみません、しんさん、はい、噂に聞いたんですけど、うん、この飛行機もう廃線になるって聞いたんですけど。この飛行機見えてるのはあなただけです。え？え？え？もうなくなるって聞いたけど、え？え？元からない。元からないです。あなたの夢の世界。俺はずっと夢を見てたのか。あれもこれも全部夢だったのか。あと2回です。予言します。あと2回。あと2回は見れるんだ、でも。そうそうそう。そうなんだ。
シートベルトのサインが消えましたので、ここからは英会話の先…あれ、あれ、あれ、夢、夢の中でバグってる。夢がバグってる。どうした？大変失礼いたしました。英会話のサインが点灯しております。この時間は英会話インディエアを楽しみください。英会話インディエアとは、お客様が旅先で必ず必要とされる英単語を教えさせていただきます。スラングですね。スラング、はい、スラングを教えさせていただきます。本日担当いたしますアリス・ジョンソンでございます。本日のスラングとは親しい中で使われる、単語となっております。はい、そっか、俺しか見えてなかったのか。そうですよ。だからいつも俺しか乗ってなかったのか。そうですよ。ゲストさんがね、なんかたまに後ろにいたりするんですけど。いますもんね。不思議な世界へようこそ。怖っ。アウターゾーンみたい。そうよ。怖っ。ミザリーに見えてきた。どう？では本日のスラングはこちら。ディッチ。ディッチ。ディッチ。大丈夫ですか？それ放送禁止用語じゃないですか？ No! それは B から始まるやつでしょ？放送できないやつじゃないですか？うん。ディッチ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 。D。D。D で。D。で。ディッチ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 。これはですね、沖縄県民は使うかもよく。マジで？普通に？あれ、沖縄県民、なんかよくある。なんかこれで悩んでる人多い。え？悩んでるっていうか、なんかもういつもはーとか言ってる人がいる。私の周りの話ですけどね。何？はーって？何？めっちゃ嫌です、されると。なんだろう、金ないなとか。違う。みんな悩んでるよね。No。お金ないなとか。そういうことじゃない。じゃあちょっと例文から例文、はい、言った方がいいかもしれないですね。はい、じゃあこちら。Everyone ditched me, so I can't go to watch a I need to go to watch a love story by myself.Everyone ditched me, so I need to go to see a love story by myself. Everyone, みんながディッチ、うん、で、私は、一人で、なんかラブストーリーを見に行く、うん。見に行かなきゃいけない。行かない。みんなが。みんなにされることです。みんなにされること。無視、無視、無視。どうした？どうしました？無視、無視される。仲間外れ。近い。近いんだ。近いけど、しょうがない時もあるよねっていう。え？しょうがない時？ディッチで。もう積み重なってしょうがなかった。積み重なってしょうがない。うん。え？積み重なった信頼が崩れていく。やめなさい。時間とかがね、合わなかったら何されるかっていう。え？遅刻？ああ、なんか惜しいっすね。遅刻じゃないの？じゃあもう行きましょうか。え、なんでみんなが遅刻したから一人でラブストーリー見に行かないといけないって。でも遅刻したら来るじゃないですか。来ないの？怖っ。来ない時があるさ。え、ドタキャン？ピンポーン。ドタキャン？ディッチ、ドタキャン？ディッチ、ドタキャンされた。え、もう一回じゃあその例文。例文の意味。はい。では行きます。みんなにドタキャンされたから一人で新作のラブストーリー見に行かなきゃいけないんだけど、みんなにドタキャンされたから一人で新作のラブストーリー見に行かなきゃいけないんだけど、いや、めちゃ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 悲しいじゃない。悲しいっすよ。無視と一緒じゃん。いじめじゃん。じゃあドタキャンされちゃったんだよ。ドタキャンでしょ、うん、みんなにでしょ、みんなに、みんなにってことは、うん、これね、デートじゃないわけでしょ。 2,3 人もっといるわけでしょ。そうね、4人5人ぐらいのグループでいついつ行こうねっつって言ってたらみんな来なかったって、その待ち合わせ場所に。怖い。本当に怖い。大丈夫よ、ナチュミンさん、アズマさん、うん、思い当たるね。言わない。言わないで。ナチュミンさん怖っ。怖い。言わないで。言わないであげて。言わないで。シーサーさん、合コンでドタキャンありそう。言わないで。言わないで。では repeat after me、はい、ditch ditch ditchディッチ、ドタキャン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 となっております。ドタキャンは何の略か分かりますか？ドタンバキャスティング、何ですか？なんで惜しい、なんでそこが間違ったんだよ。ドタンバキャンセル、キャンセル。ドタンバで当たってるんですか？ドタンバで当たってます。嬉しい。
となっております。ありがとうございます。本日も FM ギノア797便世界の果てまで行きをご利用くださいまして誠にありがとうございます。アイリス・ジョンソンでした。本日もごゆっくりおくつろぎくださいませ。この番組を終了するってことをディッチなるわけはないね。さあではこの時間ギノワン周辺のお天気道路交通情報いきましょう。はい、はい、まずお天気から。お天気本日はですね、18時から24時の降水確率が 30% となっております。日中の最高気温が23度です。で明日20日が雨のち曇り、ですね、降水確率が 50% から 60% となっております。ちょっと雨には注意ですね、うん、で、�朝の最低気温が18度、日中の最高気温が21度となっております。一気に気温下がりますね。またちょっと寒いかもしれないです。はい、はい、続いて道路交通情報、まずは一般道から。はい、はい、宜野湾周辺は、王者から前原向けが渋滞しておりますね、うん、そして、石神田ライカム間は両方向で長い渋滞、うん、石神田戸口間も両方向で渋滞となっております、はい、そして、沖縄自動車道高速道路は特に、事故渋滞や故障車など見られません、うん、平和でございます。平和です、はい、今日も皆さん安全運転でお帰りください。以上お天気道路交通情報でした。さあお届けしてまいりましたサザンブリーズ木曜日。はい、はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。最後にじゃあ1個だけこれ聞いてみようかな。どうした？ね、うん、質問をいただいてました、うん、じゃあこちらどこだどこだ、いっぱいあったんだよな、いっぱいあったからね。宮さん、うん、かえらちゃん、最後に東先生褒めちぎってみてください。東先生もう出会えてよかったよ。褒めてるそれ。でも東さんとね本当に出会ってたくさんトークの仕方とかを、まあ、実際学ぶなんかトークはねとかじゃなかったけどいろいろなんかできた。それは来週やろ。時間が欲しい。時間が欲しい。すごい短いですね。じゃあまとめきれずに。時間が欲しい。わかりました。20秒だから。わかりました。カイラはまた明日朝。はい、はい、モーニングエイトよろしくお願いします。お願いします。というわけでございまして、サザンブリーズお別れ。お相手は私、東克明と。木曜日担当のカイラでした。じゃあまた来週。バイバーイ。来週最終回よ。やめて。はい、皆様ありがとうございます。ありがとうございました。バイバーイ。来週カイラちゃんにディッチされるかも。するかもよ。やだよ。お疲れ様です。